日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日も形容詞、はい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 、続けていきましょう。では、うまい、うまいというのは、まあ2つ意味があります。1つはおいしいの意味ね。うまい、まずい、おいしい食べ物、おいしくない食べ物。うまいラーメン、まずいラーメン。うまい寿司、まずい寿司。うまいチョコレート、まずいチョコレート、ね、いろいろあります。まずいはあんまり使いたくないですね。ちょっと失礼ですよね。例えば、ああこのラーメンはまずい、ね、ちょっとまあちょっと強すぎる、ね、だからこのラーメンは美味しくないとか、まあまあですの方がいいと思います、はい。あともう一つうまいの意味があって、もう一つのうまいの意味は上手、ね、日本語がうまいですね、日本語が上手ですね、箸の使い方がうまいですね、箸の使い方が上手ですね、まあそういうこと。まあこの話をするとちょっと意地悪なね、なんかこう日本語が上手とかうまいというのはちょっと皮肉な意味ですよっていう人がいますが、僕はそうは思わないシチュエーションが多いと思いますね。まあいろいろありますけどね。でもほとんどの人は、まあ特に大きい意味があるわけじゃなくて、ああ日本語上手ですねって言ってるだけ、まあ挨拶みたいなものですね。ああ、あなたの、サングラス素敵ですねみたいな、そんな弱い意味だからあまり気にしなくていいと思います。次、つまらない、ね、つまらない、つまらない映画、つまらない、ポッドキャストつまらないというのは面白くないですよね。つまらない、つまらない旅行、ね、つまらない人、つまらない、うん、まあ何でも、ね、つまらないアニメ、つまらない漫画、いろいろあります。面白くないってことね、うん。次、優しい、優しい人、優しい物語、ね、優しい物語いいですねあんまりないですよね。いつも物語、まあ、小説とか漫画とかいつも刺激的ですよね。いつもなんかいろいろなことがある、いつもドラマチックね、優しい話っていうのは少ないですよね。小さい子供が読む本はちょっと優しい話が多いですよね。僕の子供が小さい時にたくさんの本を読みました。でとてもとても優しい話があります。でもちょっとそれは嘘ですね優しすぎるね、本当にユートピアのようなそういう話がたくさんあります。残念ながらそれは嘘ですまあ嘘とは言わないけど珍しいですよね、はい。優しい話好きですか、はい、僕は好きですよ、もちろん。優しい話、優しいポッドキャストね、これからも続けていきます。それではチャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。